勤めている会社の事業所は結構な田舎にあって、自分はそこから徒歩15分ほどの独身寮に住んでいる。先週、同じ寮に住む35歳の先輩 A さんが亡くなった。葬式に出たんだけど、A さんと同期の先輩 B さんから聞いた A さんの死に関する話がシャレにならなかった。そもそも亡くなり方が普通ではないんだ。事業所から寮までは、事業所の裏門を出て住宅街を抜け、県道に出て少し歩いてからまた細い道に入るというルートなんだけど、その県道に垂直に交わるように小川が流れていて、帰宅途中で橋を渡ることになる。 A さんはその橋の下の浅い川に転落して亡くなっていたということだ。橋といってもちっぽけなもので、歩道の欄干から川面までせいぜい3、4メートル程度。足から飛び降りれば怪我すらしない高さだが、A さんは頭から転落し、川底に頭を強く打って死亡したらしい。現場には争った形跡もなく、自ら望んで飛び降りたのだとしても、そんな場所を選んで自殺するとは考えにくい。また、遺書などもなかったらしい。警察としても、事件性があるという判断はしなかったようだが、どうにもおかしいと思っていた。住んでいる町から30キロほど離れた、A さんの実家で行われた葬式は辛いものだった。35歳の一人息子を亡くしたご両親の様子はもう見ていられないものだった。また、車に乗せてくれた B さんも A さんとはとても親しかったそうで、本当に悲しんでいた。自分は正直、A さんとは個人的な付き合いはほとんどなかったのだが、ご両親や B さんを見ていると胸が詰まって辛かった。そして葬式の帰り道のこと、 B さんはなんだか精神的に参っているようで、自分が運転を代わろうかとも思ったんだが、大丈夫だとのことで息と同じく運転してもらっていた。しかし途中で B さんは不意に車を路肩に止めて嗚咽し始めた。 A は殺されたんだ。え？と言葉に詰まっていると B さんはぽつりぽつりと話し始めた。ことの起こりはA さんの死から2週間ほど遡る。その日、A さんは B さんや他の仲のいい同僚と事業所の正門前にある飲み屋で11時過ぎまで楽しく飲んでいたらしい。お開きになって飲んでいたメンツはタクシーやら代行やらで帰宅し、A さんは徒歩で事業所を通り抜け、裏門を出て住宅地に差し掛かった。田舎なので街灯があまりない暗い道を歩いているとき、ふと A さんは違和感を覚えて、ある家の塀を見た。塀の上には顔だけを出して A さんを見ている人間がいた。思わず立ち止まって、しげしげと眺めていると、それは40歳ぐらいの女だったが、その表情が異常だった。ニヤニヤといやらしい笑いを浮かべて A さんを見ていたらしい。A さんは、なんだこいつ、と思ったが、その家に住んでいる少しおかしな女なのだろう。
そう判断して、興味を持たれても困るので、目を合わせないようにして、その塀の脇を抜けていった。塀から数メートル離れて振り返ると、女はやはり A さんに向けてニヤニヤ笑いを浮かべ続けていたそうだ。A さんはせっかくの楽しい気分も台無しになって、胸くその悪い思いで帰宅した。週明けに A さんからその話を聞いた B さんは、関わり合いにならないように気をつけろよ、と助言して、その話はそれきりになったはずだった。しかし4日後、B さんは切迫した顔つきの A さんから、仕事の後、例の飲み屋で話を聞いてくれと持ちかけられた。何か尋常じゃない雰囲気を感じた B さんは、その日済ませる予定だった仕事を明日に回して飲み屋へ向かった。何があったんだ？あの女がまたいた。ニヤニヤと俺を見てやがった。どこで？東京だ。山手線に乗ってたら反対側のホームの人混みの中でゴミ箱の向こうから顔だけ出してまた笑ってやがったんだ。話によると、日帰り出張の帰りの電車の中でそれを見たらしい。電車はもう動き始めていたため、どうすることもできなかったとのことだ。B さんはここに至って、A さんが何か精神を病んでいる可能性を疑ったらしい。そのおかしな女が A さんに執着したとしても、部外者に A さんの出張日程や出張先などわかるわけもなく、尾行していたとしても、A さんがいつ頃そこを通るか、どの車両に乗っているかなどを考えて先回りするなど不可能なはずだ。その女は A さんの幻想なんじゃないのか。お前なんか悩んでるんじゃないのか？しかし B さんがそう聞くと、 A さんはその女のこと以外に悩みなどないという。実際 A さんは仕事も充実し、プライベートでもとても楽しそうにしていたそうだ。 B さんはわけがわからないながらも、とにかくそいつを見つけても危ないから近寄るなとしか言えなかったという。しかし、さらにその数日後、B さんもそれを見てしまうことになる。その日、A さんと一緒に事業所の正門の近くにある中華料理屋に昼食を取りに向かっていた時のこと。突然 A さんが立ち止まり、無言で前方を指さした。B さんがそちらを見ると、いた。数十メートル向こうの家の塀の上に、こちらをニヤニヤと見ている女の顔。無性に人をイラつかせるその笑顔を見ながら、B さんは数秒間固まっていたが、急にムラムラと怒りがこみ上げて、B さんはそいつを問い詰めてやろうと走り出した。しかし、女はすぐに顔を引っ込めてしまい、その敷地に無断侵入して裏まで探したが、もうどこにも姿は見えなかった。女が実在することが分かって、B さんも対処を考えたが、ストーカーとして警察に通報しようにも、何も立証するものがない。どうしたものかと、数日考えていたところ、夜、自宅にいるとき、突然 A さんから電話がかかってきた。助けてくれ。あいつは人間じゃない。どうした？何があった？あいつが、俺の部屋に来たんだ。マジか。今どうしてるんだ？外に出た。
お前の家止めてくれ。わかった。コンビニのところで待ってろ。B さんは携帯で A さんと話し続けながら車に乗り、県道沿いのコンビニに向かって車を走らせた。道中、何があったかについて A さんから聞いた話は次の通りだった。A さんが帰宅して風呂に入り、T シャツにハーフパンツで部屋に戻り、ベッドに腰掛けて携帯を見ようとしたとき、それが目に入った。ジャケットやシャツなどをかけているハンガーの服と服の間から、再びニヤニヤとした顔だけを出していたそうだ。しかし、並んだ洋服の下に見えるはずの、そいつの下半身がない。それにビビりながらも怒りの方が勝って、A さんは、てめえ!と叫びながら脇の洋服をどけた。そこには顔しかなかった。ニヤニヤと笑う女の顔だけが空中に浮いていた。転がるように部屋を出て、手に持っていた携帯で、とにかく B さんに電話をかけたのだという。そして、そこまで話したところで、A さんが突然黙り込んだ。おい、どうした?B さんが聞いたとき、うわぁという叫び声と、激しい衝撃音を最後に、A さんは何も言わなくなった。激しい胸騒ぎを覚えつつ、B さんは車を飛ばしてコンビニに着いたが、A さんの姿はそこにはなかった。車に置いてあった懐中電灯を手に走り回って周辺を探したところ、例の橋の歩道に落ちている携帯を発見し、まさかと思いながら、その下の川に懐中電灯の光を当てたところ、倒れている A さんを見つけたという。駆けつけた警察にも、その後の事情聴取や現場検証でも、B さんは何度もその一部始終を話したが、取り合ってはもらえなかったそうだ。女の正体も全くわからないし、なぜ A さんがそんな目に遭ったのかも全くわからない。その女を見てしまった B さんも同じ目に遭わないかが心配でならないが、今のところ大丈夫なようだ。それにもまして怖いのは、自分の住んでいるこの建物にそいつが来たらしいという話。今のところ、自分は何も見ていないが。